千葉ポートスクエア千葉ポートサイドタワー千葉ポートサイドタワーは千葉県千葉市中央区の千葉ポートスクエア内にある超高層建築物。千葉ポートスクエア全体千葉市中央、卸売市場跡地に1993年10月1日に千葉ポートスクエアが開館した。千葉ポートサイドタワーはオフィス棟として機能している。地上29階、地下3階、高さ1二2 2メートル。 開館同月に千葉市教育委員会などが移転したものの近隣の駅から遠いなど立地の不便さが影響して開館約2ヶ月後でも約50%の入居に止まるなどテナント集めに苦戦したそのため当初は千葉新都心開発が運営していたが2005年3月25日に原子と保有不動産の水保新宅銀行への新宅を行い 同年5月27日に東京地方裁判所から特別生産開始の決定を受けた。2016年2月19日にラオックスが中国の不動産大手緑地集団と合弁会社を設立し商業棟やホテル棟などと共に当館を取得した。企業の事務所や営業所などが入居しており、千葉薬品、メガテック、保険ニュース、 マインドグループのマインド、CMN、M2 企画などの本社も入居している。千葉ポートスクエア内には、オフィス棟のほか千葉ポートアリーナ、千葉ポートタウンがある。ありがとうございます。